東京都は先ほど新型コロナの感染者が新たに5654人確認されたと発表しました。先週の月曜日よりおよそ1600人減少し、およそ2ヶ月ぶりの5000人台です。重症者は32人で、19人の死亡が報告されました。